本日はようこそイマージ10周年アニバーサルイベントプラネタリウムへお越しくださいました。夜の空を見上げてみれば星が輝いています。その星と星を結び、動物や人物、道具などに見立てているのが星座です。星座は今から約5000年も前にバビロニアのあたりで生まれたとされています。ギリシアに伝わった星座は、古くから伝わる神話や伝説の神々などを当てはめていきました。星座は季節により見えたり見えなかったりしますが、全部で88個あります。本日はその星の中から6つの星とそれにまつわる物語を紹介したいと思います。双子座となった兄弟は、天空神ゼウスがスパルタ王の妃を誘惑して生まれたイフ・イラン星の創生児です。兄カストルはスパルタ王の血を受け継ぎ、寿命のある人間でした。弟ポルックスはゼウスの血を受け継ぎ、不死の神でした。人間と神という違いこそありましたが、兄弟仲良く成長した二人は数々の武功をあげるようになります。し
かし、メッシナのイダス兄弟との争いで人間であるカストルは命を落としてしまいます。嘆き悲しんだボルックスは、不死を二人で分かち合いたいと父ゼウスに願います。それを受け入れたゼウスは冥府の王ハディスに相談し、兄弟は二人一緒に天と冥界を行き来するようになったのです。仲の良い二人の兄弟の星を探してみましょう。Thank you.
ことざ。ことざとなった盾ごとは、芸術の神アポロンが息子のオルフェイスに授けたものです。やがて琴の名手となったオルフェイスは、美しいエウリディケと結婚をしましたが、間もなくして彼女は毒蛇に噛まれて死んでしまいます。オルフェイスは死の国に妻を探しに行き、冥王ハディスに妻を返してほしいと懇願しました。冥王ハディスは、地上へ戻るまで一度も振り向かなければエウリディケを地上へ返すという約束をしました。ところがオルフェイスは妻のことが気になり、地上へたどり着く直前に振り返ってしまいます。エウリディケは吸い込まれるように黄泉の国へと引き戻されてしまいました。再び妻を失ったオルフェイスは、悲しみのあまりに気が狂い、ついには死んでしまいました。しかし以前にオルフェイスの琴の音で救われたゼウスの妻ヘラの計らいで、オルフェイスとエウリディケの魂はエリュシオンの土で永遠の命を与えられ、オルフェイスの琴は天に昇り琴座となりました。星の静かな夜、盾ごとの星座は美しい調べを地上に奏でることがあるそうです。Thank you.
いて座スタークラウド。いて座は銀河系の中心がある方向なので、天の川の密度が最も濃く、赤い色をした星雲が多く見られます。赤い蝶、オメガ星雲と言われる三高星雲、バンビの横顔。天の川銀河にあるいて座スタークラウドという三回星団、そしてバンビの首飾りという赤い三高星雲などです。バンビが奏でるハープの音色に惹かれて、赤い蝶が夜空から舞い降りてきました。森で遊んでいたらバンビは狩人にいられて命を落としてしまいました。黄泉の国に行きそうになりましたが、赤い蝶に天の川へと誘われ、バンビは夜空に輝く星団になりました。そのような物語を想像して空を見上げると、バンビが天の川を渡るように見えるかもしれません。
水亀座。トロイアには父の羊を世話をするとても美しい牧童がいます。ガニュメデスです。ゼウスはその美少年をそばに置きたいと思い、姿を大鷲に変え彼を連れ去りました。オリンポスに着くと、ゼウスはガニュメデスを少年のまま不老不死にしました。そして神々の食卓で美酒ネクタルを注ぐ役目を与え、そばに置きました。
息子を失い大層悲しんだ両親がいつも少年を思い浮かべられるようにと、ゼウスはガニュメデスが水瓶を持っている姿を星座にしました。水瓶座はギリシャ神話よりもさらに古いシュメール時代に作られた世界最古の星座の一つだと言われています。You shining
モデルはギリシャ神話に登場する神パーンが変身し損ねた姿だと言われています。天の神々がナイル川のほとりで大宴会をしていたところ、突然怪物ティフォンが現れます。宴を楽しんでいた神々は慌てふためき、鳥や魚に姿を変えて天上へ逃げ帰りました。そんな中で一番慌てていたのが牧畜の神パーンです。しかしあまりにも急ぎすぎたために、下半身は魚、上半身はヤギという姿になってしまいました。神々はその姿を気に入り、ゼウスが正座にしてしまいました。ヤギ座を見つけるためのポイントは、まずは夏の大三角形を見つけてください。Thank you.
オリオン座。オリオンは美しい顔立ちの腕の立つ狩人です。狩猟の女神アルテミスはオリオンに惹かれますが、兄であるアポロンは面白くありません。ある日、海を渡っているオリオンを見つけたアポロンは、オリオンを金色に輝く岩に見せかけ、さすがに弓の名手のアルテミスでも、あの遠くに見える金色の岩に矢を命中させることはできまい、と挑発します。矢は見事に島に命中。アルテミスは愛するオリオンを撃ち抜いてしまいます。アルテミスは金色の岩がオリオンだったことを知り、嘆き悲しみます。それを見たゼウスは哀れに思い、オリオンを星座にあげました。冬の夜にはオリオン座のすぐ近くをアルテミスの月が通り過ぎてゆくと言われています。Thank you.
Bye.
本日はご来場誠にありがとうございました。星はいつでも私たちの上で輝いています。のんびりと夜空を見上げ、あなたの星を見つけてください。広げた足の翼。